現在、韓国、中国、ロシアなど、日本と国境線を有する近隣諸国との間では問題となっている、尖閣、竹島、北方領土の領有権に対する意見対立は、日本とそれぞれの国との関係を急速に冷却化させており、特に中国、韓国との関係改善は有効な対策が見出せないまま、今でも深刻な状態が続いております。海を隔てて隣国であり、政治、文化、経済など様々な点において深いつながりである両国です。一日も早い関係改善が望まれるところでありますが、国民の生命、財産を守ることは国の一番重要な責務であり、領土を守ることは国、そして国民を守ることです。この領土問題について、日本政府は一歩も引いてはいけません。今まで通り粘り強く、外交努力と毅然とした対応を続けていくべきものと私は思っております。竹島問題について、島根県議会は平成17年3月、竹島の領土権確立に向け、国内世論の啓発を願って竹島の日条例を可決し、2月22日を竹島の日と定め、島根県とともに記念式典を行うなど、さまざまな取り組みを今日まで実践してまいりました。私も条例案提出議員の一員として、当時竹島の日条例制定に向け力を尽くしてまいりました。そして今年2月に行われた第8回竹島の日記念式典には初めて政府関係者の参席があり、また昨年発足した安倍政権においては政府に竹島問題を所管する部署が設置されるなど年々活動が評価され、しかしまだまだ十分とは言えません。繰り返すようですが、領土問題は国の問題です。領土を守ることは国、そして国民を守ることであり、国の一番重要な責務であります。今後も政府主催による竹島の日の記念式典の開催を要求し、国民に対し領土問題に対する啓発活動を推進するよう継続的に求めてまいります。